Radio Monster. Lajigon. Super Radio Monster. Lajigon. Today's guest.さあガチャポンゲストのコーナーです。今日はですねザ・ラブのお二人でございます。平義孝さん、そして中村克夫さん、ようこそ。ようこそ、お久しぶりです。お久しぶりでございます。なんかおかえりなさいませという、はい、ねえ、そうですね、ねえ、本当にお久しぶりでございますよね。お願いします。何年ぐらい会ってなかったんでしょうというお話はね、いろんなところから聞くんですけれども、はい、なかなか、そうですね、なんか番組に出ていただくことがしばらくなかったかなという、はい、そうですね、ねえ、もう中村さんもギリギリ間に合ったっていうそうですね、よかったです。なんか若干汗かいてます今もうめちゃくちゃ汗だくです。トイレ来ていただいて、はい、そのもう空港からみたいなことですか。そうです、もう空港からタクシー乗って急いで来られて、はい、3分前までタクシーに乗ってた。そうですね、もう間に合って、タクシーの中でもあの走ってたんです。そうだから、だからこれだけ汗かいてます。っていうか今日またさらに福岡が暑いですね。暑いですね。暖かいので、ね、さあということでお久しぶりの、はい、あのガチャポンゲストなんですが、はい、まあ、早速ですね、200円用意しておりますので、はい、ガチャガチャに入れていただいて、はい、1人ずつってことですか。あ、いえ、それ200円、1回200円、200円、今200円するんですか。今200円です。あ、意外とあの料金が高いんです。じゃあ行きます。はい、お願いします。でこれ開けたら、はい、はい、中に質問が書いてありますので、はい、できました。ハウマッチハテナ、最近買ったものの金額とエピソードを教えてと、はい、要は欲しかったものをゲットしたとか、はい、欲しかった買ったんだけどちょっと失敗したなとか、はい、高いものが安くなってたぞとか、まあ、そういうこう、はい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 、エピソードが今日の、はい、今日ね大橋巨泉さんの誕生日なんですって、はい、それでこのハウマッチをいただいて、あのリスナーの皆さんからですね、みんなこんなの買ったとかね、うん、はいはいはい、あ、もう一番高いのは6000何百万で店買ったっていう方がいらっしゃいましたよ。あとなんか70万円の猫っていうのもありましたね。あ、そう、うん、なんかもうちょっと名前忘れちゃいました。わかりましたけど、珍しいやつ、うん、猫ですか。はい、うわ、なんか買ったかな、なんか買い物、春この春とか、あと買った思い出とかね。あ、まあなんか今までの買った思い出とかでもいいですし、はい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 、欲しかったのを探してゲットしたとか。うん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 、そうですね、そうですね、今考え中ですよね。はい、何を買ったかですよね。何でもいいです、今までにも、例えばギターとかでもいいですし。そうですね、お洋服とかでもいいですし。僕は、はい、今回またあの帰ってくるので、はい、あのベースを買ったんですけど、ほうほう、はい、あのそれがいつも僕移動がもうベースめちゃくちゃ重くて、はい、それを担いで歩くのが嫌なんで、はい、ものすごく軽いベースを買おうと思って、はい、それを買ったんですけど、はい、で買って試しに何回かちょっと合わせてみようと思って、はい、あのリハとかで使ってみたら思いのほか不評で、メンバーからですね、それ使わないでって言われたんで今日は重いの持ってきました。だから汗だくなんですよ。そういうことなんですね。ベースがまたさらに重たい。その軽い重いっていうのはなんか木の素材の違いですか。そうですね、素材ですね。今僕が使ってるのが、はい、普通にあのバットとかに使われる材質なんで、はい、めちゃくちゃ重いんですね。あ、でもその結局軽いのを買って、まあ、平さんたち不評だったってことは、はい、その音がやっぱ全然違ってたって。そうですね、はい、やっぱり楽器ってあの特にベースとかって、はい、重さに比例するんじゃないかなと。なるほど、まあ、そういうふうに言われてた時期もあるんですけど、はい、まあそうですね、僕は何度かごまかしごまかしでやっていこうと思ってたんですけどちょっと気づかれちゃったんでバレちゃった、バレちゃったんですね。ちなみに、はい、ハウマッチですから、はい、そのおいくらぐらいになったんですか。それがですね、はい、秘密、ちょっと秘密ですね。あ、それじゃあその高い、結構高いもの、良かったものなのか、まあまあまあ、まあ中ぐらいなんですけど、中ぐらいなんですね、はい、これを言うとまたさらにバッシングが来そうなんでメンバーから結構安いんですね。ちょっと言えないですね。あ、安いってことだ。ああ、プロのねミュージシャンとしてね安い楽器を買うとどうかなと僕的には思うんですけどね。やっぱ長くねずっと一緒にあのメンバーでやってるとやっぱ辛口っていうか何でも言えちゃうからなるほどね、ちょっと納得いかなかったという平さん的には。平さん的にはね。平さん何か思い浮かびましたか、買ったもの。そうですね、まあ
青汁を必ず買ってるんですけど、はい、それを買いました。ちょっとなくなったばっかりだったので。何年ぐらい飲み続け、何かきっかけがあったんですか。きっかけというか健康が大好きで、はい、あのデビュー当時ぐらいから、うん、そうなんですか、はい、で朝はもうその青汁をまず飲んで、はい、そしてなんか母親がくれたなんかもっと高いあの体の排泄物を出していく、はいはい、サプリメントを飲んで、はいはい、黒酢を飲んで、はい、そしてリンゴを1個食べてヨーグルトを1個食べてそれから朝ごはんなんですよ。毎日そこまで徹底してる男性いらっしゃるんですね。そうですかね。いやわかんないです。私は少なくとも初めて会いました。この周り結構いらっしゃいますか、そういう。いや、あの英二先輩とかは。英二先輩って誰ですか。あの DJ 英二さんとかは。英二さん、はい、英二さんそんな規則正しい生活を送ってました。結構サプリメントは摂取されてる話は。だから健康じゃなきゃならないみたいなのがあるのか、ね、あそうなんだ。いや俺もサプリメントものすごい朝30錠ぐらい飲んでるんですけど、はいはい、ほらやっぱそうですよね、だけどそれは夜のお酒のため30錠飲んでるんですか。いろんなのやってます、うんうん、みんな何ですかそれは。そうです、すごいですね。いや飲んでないんですか。飲んでないです。何もやってないんですか。疲れた時にキューピー飲むぐらいサプリそういうあの健康なものが体が受け付けないんじゃないですか。いや全然そんなことはないですけど、まあ、確かにそこに繊細に気を使ったことはこれからなのかねえ、意外でした。いやでもちょっと意外ですよね。面白い。なんかミュージシャンっていうこうイメージで言うと、はい、なんかそういうのにこう気を使わないようなイメージじゃないですか。あ、そうですね、うん、夜飲んだくれてみたいなね。まあね、すごい。でもまあね、大切なことです。そうそうそう、もう我々もう言われましたもん、お医者さんに、はい、もうこの年なんですから飲まないより飲んだ方がいいですよ。まあ、マジかと思うと、そうだと思う。そうですねさあということで、はい、約4年ぶりのシングル出ました。ありがとうございます。ありがとうございます。ニューシングル始まりの歌、そしてゴングは鳴った2枚同時リリースということになりました、はい、3月の4日リリースになったばかりなんですけれども、これちょっとエピソードがありますね。ご紹介していただけますか。まずは始まりの歌から。はい、はい、この歌はですね、あの専門学校、あの地元の福岡の専門学校の卒業式で流す歌を作ってくれないかみたいな話はあって、はい、で去年それを作って卒業式で使っていただいたんですよ。すごいですね、そのオリジナルをお願いされるっていうのは、ね、しかも学校でってことじゃないですか、はいですね、歌い継がれていくわけじゃないですか。まあ歌い継がれるかは謎なんですけどちょっとわかんないんですけど、でもなんかまあそのシーンでみんながこう、はい、学校を旅立つシーンで僕らの曲を使ってもらえるって素敵だなと思って、はい、なんか縁のあった、それ例えば平さんが通われてたとか何かしらの縁がある専門学校だったんですか。友達で、はい、でなんか臨時講師とかをやらせていただいたりとか、いろんなつながりがあったもんで。でもね、その3年間ですか、ちょっと年数わかんないけど、その一番最後の大切な時に使う曲じゃないですか。はいはいはい、だそれちょっとやっぱ作るのは気合が入りますよね。そうですね、僕の友人のやっぱり先生が言ってましたもん。もう本当にやめたいやめたいと思うんだけど、あの卒業式の何分間かのためにもうやっぱり先生ってやめられないんだっていう話を聞いたことがあるんですよ。そうですね、もう今大変じゃないですか、やっぱりその、まあ、子供さんも、まあ、面倒見るのも大変だし、それからね、親から PTA からいろいろ言われて、で本当に1時間か30分か分かりませんけど、あの卒業式のためにもうあれをやったらよかったなと思うって言いますもん、やっぱり。素敵な瞬間ですよね。 そしてゴングは鳴った、はいはい、もう一曲はですね、同じ旅立ちソングなんですけれども、うん、これはもうすごく前向きな、ちょっとポンと背中を押して、はい、元気になってもらえるような曲になってます。本当にもうなんて言ったらザ・ラブ節というかタイ・ラブ節の光る2曲だなと思って。ありがとうございます。本当に嬉しい気持ちになったんですか。だから始まりの歌はなんかこう本当行くぞっていう感じでね、はい、でゴングは、あ違う違う違う、ゴングは鳴ったか行くぞっていう感じで、はい、始まりの歌の方がですね、もう
こう詩をじっくり聞くとずんとくるんです。そう、優しく響くというかです ねで、メッセージもですね、今日本当たくさんいただいたんですけれども、一つだけあのご紹介させてください。ゆかはし氏のラジオネームアリナさんからいただきました。はい、ナジさん、みちゃん、こんにちは。今日のゲストザ・ラブのお二人が来ると聞き、わーっと舞い上がった勢いでメッセージを送っています。高校生の時にラジオで君と僕が流れていて、一目惚れならぬ人聞き惚れで、一気にその時出ているアルバムを集め、それ以降は追いかけながら聴きまくっていた青春が思い出されています。当時ショッピングモールでアルバム発売記念のライブイベントに行って、握手とサインをしていただいたこともあるんです。ザ・ラブは私の青春そのものです、という嬉しいですね。まあ、最近でもあのよくそういう風に言ってくださる方が時々、はい、いるんですけど、はい、青春だったんですみたいな過去形が多いんで、あのまだ僕ら ING で頑張ってますんで、いやもちろん聞いてもらえたら。そうですね、はい、でもなんか、はい、じゃあね、これ始まりの歌のジャケットの裏がいいんですよ、この、はい、3人がメンバー3人がね、デニムのシャツ着てね、はい、これはかなりやんちゃな3人なようなふうに見えるんですけど、なんかいい雰囲気です。これ場所どこなんですか？これはあの多摩川ですね。あ、そうなんですね、はい、学生時代の帽子をかぶってですね、はい、で卒業の卒業証書が入ったと思われる筒を持って、はい、持って、まあこれはでも似合わないですよね。そうですね、あの精一杯おっさんが頑張って写真撮ってるんですけれども、なんかちょっと変な雰囲気になってますね。かなり危ない雰囲気ですよね、これなんかまたいいですよね、こうそれがいいんですよ、これ私たちが長く知ってるから余計なんかこういろいろ思うけどね。さあ、ということでこのザ・ラブなんですけど、イベントライブが行われます。はい、まずはニューシングルのリリースイベントが決定しています。3月25日金曜日、今週の金曜日19時から、そうでございます、キャナレステ博多サンプラザステージです。観覧無料になっています。そしてニューシングル購入者対象にサイン会が行われるんですね。はいはい、で2枚購入者の方にはなんとサイン入り生写真もプレゼントということで、保存用と、はい、なんで笑うんですか？はい、いや大丈夫です。いや、なんか生写真ってなんかすごく恥ずかしい。なんかもうこの年になるともうすごく恥ずかしいです。もうかゆい、もういいじゃないですか。いいじゃないですか。ぜひもらっていただきた保存用と聞いていただくよう2枚購入していただきたいなと思います。そして、その2日後ですね、ザ・ラブのリリースツアーも決定しています。ありがとうございます。ありがとうございます。3月27日日曜日、開演は夕方の5時からとなっています。会場が福岡スクールオブミュージック&ダンス専門学校の8階ホールです。前売りが4000円、当日4500円ということになっています。はい、福岡でのライブは久々ですか？はい、1年ぶりか。1年ぶりぐらいですね。1年ぶりで、しかもね、今回バンドで、はい、ツアー回ってるんで、はい、フルメンバーでやってるんで、はい、これは多分もう3、4年ぶりのフル編成のライブなんで、はい、もうぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。はい、福岡どうですか？はい、結構帰ってこられてるんですか？たまに僕は帰ってきてますけど、はい、もうやっぱ地元なんで一番多いかな、はい、来る回数的にはですね、ライブも多いし、はい、じゃあよく結構帰っていらっしゃってて、帰ってきたら毎回あの東京に戻りたくないなっていつも思うんですけど。そうなんですね。あのほら、東京とかの出身のアーティストさんとかがみんなやっぱ福岡いいっておっしゃるじゃないですか。そうですね。それやっぱ福岡出身のアーティストさん皆さんでもやっぱりそれ実感するな。まあ思いますね。ねえ、なんかやっぱいいですね。なんか気候もいいし、はい、なんか人もいいし、はい、あと日が長くてってるっていう。東京東の日本行くか、そっか、はい、1時間は違いますんで、そうなんです。そうか、それがちょっとダメなんですよね。ダメだ。やっぱり西出身だから。そうですね、日短いじゃないですか。そうなんね、皆さんぜひあの福岡久しぶりのライブということになります。皆さんぜひお出かけ、ぜひね、両方買って、この旅立ちの歌2部作ね、はい、2枚買っていただいて、はい、ね、生写真を。中村さんの生写真って言うたびにえってこうなんかキュッてなるんですけど、体がぜひもらっていただきたいと思います。ね、うん、さあ、ということであっという間のお時間です。はい、ラジオをお聞きの皆さんに一言ずつメッセージいただいて曲の紹介をお願いします。はい、じゃあ僕から、はい、あのキャナルのステージはあの無料なんで、あのぜひ聞いたことない方はぜひ来てください。はい、
中村さんでした。そして、はい、平です。南区出身の平義孝です。ぜひザ・ラブまだ知らない方もたくさんいらっしゃると思いますんで、僕らの音楽に一回触れてみてください。よろしくお願いします。はい、それでは曲の紹介をお願いします。はい、ザ・ラブニューシングル始まりの歌、平さんと中村さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。日のように桜がまた街を彩る頃、校舎から見る景色も歩き慣れた廊下も見納めかな。学食のいつもの席、チャイムが鳴れば別々の道、僕ら踏み出すんだね。あの頃の情熱が、あの頃の悔しさが、あの頃の涙が、これから始まる毎日で、きっと君を サンプラザステージです。そしてザ・ラブのライブが3月27日日曜日、福岡スクールオブミュージック&ダンス専門学校8階ホールで行われます。ぜひお時間の許す限り皆さんお出かけください。今日のスペシャルゲストはザ・ラブのお二人でした。